はい。それでは、入門講座柴田クラスのガイダンス始めたいと思います。入門講座っていうか、司法試験予備試験のこれから受験してね、弁護士検察官裁判官になりたいっていうような方に、この動画見ていただくということで、レジュメ使って、どこを説明してるかっていうのがね、わかりやすいように、やってますんで、これに沿ってお話していこうかなというふうに思っております。で、ただのっけからですね、いきなりこうレジュメに書いてない話からやろうかなと思うんですけども、資格試験を目指す人って、なんとなくこの資格だったら自分のやりたいことできそうだなって思って目指される方がほとんどじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、いかがでしょうかね。私自身、実は司法試験、今からそれこそ、目指したのが大学入ってすぐというか、一応高校生の時も当時司法試験1次っていうのがあってね、今もうなくなって予備試験を受ければみんな司法試験を受けられるようになったんですけど、昔はそうじゃなくて、司法試験1次っていうのがあって、で、それに受かるか大学で一般教養課程を修了するかすると、司法試験2次試験っていうのは受けられるっていう仕組みだったんで、じゃあ大学の教養課程待たずにですね、司法試験受けられないかなと思って一次試験にチャレンジしたこともね、私あったんですけど、落ちましたけどね、名古屋に見に行ったっていうことがね、よく本当にね、合格者2名しか全国いないっていう非常に厳しい試験だったなっていう、受かってるつもりで見に行ってね、いきなり合格しなかったらすごいショックだったっていうのがね、よく覚えてるんですけど、ただそんな風になんか高校生の時から司法試験取り組むってしてたくせにね、もう関わらず、じゃあ司法試験勝ったら何ができるのかとか、そもそも弁護士、検察官、裁判官ってどんな仕事をしてるのかなっていうふうなことを、実はよく分かってなくて、私が分かったの、明確に分かったのって、司法試験受かってからしばらく経ってからかなっていうふうなぐらいの体たらくだったんですよね。それでよく試験頑張れたなっていうふうに思われると思うんですけども、やっぱり当時の司法試験っていうのはものすごい難しいっていうか、日本で一番難しい文系の試験っていうふうなところがあって、今でも予備試験多分日本一難しい文系の試験だなっていうふうに思っているんですけどね。これが理系だと、いろんな試験あるけど、やっぱり医学部受験してっていうね、医学部受験がやっぱり最高峰かなっていうふうに思ってはいるんですけどね。単に難易度がいくともっと難しいものがあるかもしれませんけど、あんまりちょっとメジャーっていうか知られてないですよね。よく知られていて、かつ一番難しい試験っていうと、理系は医者で文系は予備試験かなっていう気がね、するんですけどね。で、とにかく、で、医者の場合な、イメージしやすいんですけど、本当に今言った司法試験っていうふうなものはイメージしにくい。で、私はただ当時もう、一番難しくて、しかも今と違って、法科大学院とか行かなくても試験に受かるだけで、良かったもんですから。で、しかも受かればですね、それでこうなんか一番難しい試験受かった人だ、すげえ、みたいな話になってくるんで、まさに単に腕試しっていうか、もともと私、試験勉強法とか、講師っていうものに身を立てようっていうふうに、もう高校2年生ぐらいの時決めてたんで、ですから、司法試験受かって、その後で大学受験とかの講師ができればですね、当時、特に大学受験の講師って、今もそうだけど、昔はもっとですね、何か競争が激しくて、何かこう、看板っていうか、肩書きっていうか、セールスポイントがないとなかなか食い込めない世界だと思うんですから、じゃあ、司法試験って一番難しい試験を自分の勉強法で合格しましたって言うと、勉強法っていうふうなものについての説得力が増すかなって思って、それを私受験したっていう口なんですよね。だから、どんな仕事なのかっていうふうなことがね、全然分かってなかったんですけど、で、その上で今、私が自分自身ね、振り返って弁護士資格取って本当に良かったなって思ってます。はい。この動画見ておられる方はね、皆さん、ご存知な人多いかもしれませんが、私もこの3月2日まで、片田舎の三重県菰野町って、これ町長ってなってたんですけど、選挙落ちちゃったんですよね。落ちて、これからじゃあどうしようかな、一年無職なのかなっていうふうに思っていたんですけども、一応元気ですよってアピールしなきゃいけないかなっていうふうに思ったので、それでこう弁護士としてのですね、もともと弁護士登録がずっと前からね、平成の25年の1月1日、覚えやすいんですけど、やってたんで、じゃあそっちの事務所をやろうかなっていうふうに思って、ちょっと宣伝をしてみたと。すぐですね、なんか私を追い出したい人たちが、菰野町からもう引っ越したら、大阪に行ったら、東京行ったら、噂すぐ流すもんですから、その噂消すっていうふうなためにね、ちょっと広告を出してみたんですよね。
で、それで弁護事務所今やってるんですけども、いっぱい仕事いただいて本当にありがたいです。今日も法律相談でした。昨日も法律相談でした。本当に、すごい法律相談っていうふうなもので、で、そこから受任に至るっていうふうなこともかなりありますね。まあ、もちろんそれはやっぱり町長やってて、それで皆さん、町の人がみんな私のこと知ってるとか、近隣の、市長の方、にす、お住まいの方知ってるっていうのは大きいのかなって思うんですけど、やっぱり何にも知らないね。人に依頼をするってやっぱしにくいですもんね。やっぱりなんか見たことある人とか、声聞いたことある、顔見たことある人の方が安心できるっていうのあるのかなっていうふうに思うんですけど、で、それでまあ予備校の講師もずっと私やってましたから、ですからその、こういう調子でね、難しいことだけバサッと言っちゃう先生はすごく多いんですけども、まあいろいろ質問を受けたら、これに対してこれはこうですよ、これこれこういう理由ですよってことをきちんと説明すると、大抵の方やっぱ信用していただけるんですよね。で、それで、まあ、お仕事を受任してっていうふうになってくると、大体弁護士の仕事ってね、例えば、訴訟だったら着手金だけで大体20から30万円なんですよ。一回、最初の着手金額がね。で、成功報酬で50万ぐらいっていうのは大体相場と。で、この相場って実は刑事訴訟法に根拠があって、刑事訴訟法で預貯金とかすぐ、まあ、支払いに充てられる現金みたいな、不動産とかじゃなくてさ、それすぐに現金できるようなものが資産50万円ある、50万円未満の人は、だから、国選弁護人って言って、国から弁護人つけてもらうことになっているんですね。じゃあなんで50万なのかっていうのが、まさに大体弁護報酬ってのは成功報酬まで入れて、大体50万が相場だからっていうふうに、刑事訴訟法自体が考えてるってことはわかるんですよね。まあ、ずっと、なんか、戦争終わった後からずっと値段変わってないんで、だからそれって報酬下がってるんじゃないかって気もするんですけども、まあ、それちょっと置いといて、とにかく50万っていうふうな相場の根拠は刑事訴訟法にあったりするんですよね。あ、ついでに言うとね、いろいろね、法律見ると面白いことがあって、重たい罪なのか軽い罪なのかイメージ湧きにくいじゃないですか。で、大体ですね、上限が3年を超えるとか、3年超えるような罪っていうのは大体重たいと思ってもらっていいんですね。それも刑事訴訟法に根拠があって、で、3年を超えるような罪っていうと、必要的弁護って言って、必ず弁護人つけてもらえるんですね。つけないと、そもそも公判が開けない、裁判できない、刑事裁判できないことになっていたりするんで、いや、俺は一人でやるんですって言ってもですね、いやいや、重たい罪で自分でやってめちゃくちゃになってね、無実の罪記されたらどうするのって話になるから、必ず弁護人つけてもらうっていうような基準が、長期3年を超えるっていうふうなところだったり、あと緊急逮捕って言って、令状なくして逮捕できちゃうっていう、現行犯じゃないのに逮捕されちゃうってなるんだけど、それも3年っていう数字が基準になってたりするんだよね。だから大体長期3年以上とか、3年超える方がもっと重たいんですけど、ね。3年以上だと、3年以下か。3年以下だと3年入るけど、3年超えるだと3年は入らないですから、そういうふうに条文見てると、何が重たい罪なのかっていうふうに法律を考えてるかと分かったりします。あ、本当全然話して飛んで申し訳ないんだけど、もう一個だけお話しますと、大体皆さん18歳で成人っていうふうに頭を持っていると思うんだけど、法律家の考え方行くと、15歳で結構能力あるよねって話になってくるんですね。というのは、遺言とか、まあ本当は遺言っていうのは正しいんですけど、あ、今ちょっと遺言って言っても何って、すいません、感じ読みが知らないのと思っちゃいけないから、あえて遺言って言いますけどね。あと、その他、養子縁組であるとか、そういうふうなものって、15歳以上なんですよね、実は。ですから、家族法の世界は、15歳以上だと結構判断能力あるみたいな話になってくるわけです。で、また、刑法の世界に戻ると、13歳っていうふうな数字がポイントで、14歳未満のもの、つまり13歳までのものが刑事未成年って言って、で、14歳だと、これは刑事責任が完全に問える話になっていたりするんですね。ですから大体さ、その中学校とか高校みたいな年齢っていうふうなものって、法律でもちゃんと意味があって、今言ったみたいな14歳未満のもの、中学校1年とか、中学校入学して、ちょっとしばらくはまだ小学校と同じなのかなっていうふうな考え方なのかもしれませんけど、でもある程度して中学校の半ばぐらいになってくると、もうね、刑事責任も完全に問われちゃうよっていうようなことで、一定の大人としての能力っていうふうなものがあるっていうふうに、刑法見てるってことは分かるんですよね。で、15歳ってなると、これはまあ中学校3年とか高校1年生ぐらいだって話になるから、そこまで来ると遺言もできるみたいな話になってきたりするってことで、まあすいません。話がいろいろ飛んでるけど、ブーメラン話法って呼ばれてるんですけど、飛んでったんで、ちょっと元に申し訳ないんですが、まあ、とにかくですね、弁護士報酬なんですね。弁護士報酬は一応相場としては、まあ、訴訟の場合ですけども、だいたい、まあ、着手金が2、30万。で、成功報酬が、まあ、やっぱり、と合わせて50万ぐらいっていうふうなのが相場。
もちろん成功できなかったら、2、30まで終わっちゃう恐れもね、あるんですけどね。これが民事訴訟とかそういうのは本格的なものじゃなくて、もうちょっと比較的簡単手続きで審判とか調停みたいな話になってくると、じゃあ着手金その3分の2ねとか、任意交渉だと半分ねみたいな話になってきたりもするんですけどね。で、そういうふうなものがですね、正直、何の仕入れもない、売上がそのまま全部報酬になるっていうのが弁護士の世界だったりするんですよね。まあ、その分ね、ちょっと私の場合は得しててさ、やっぱりそんな町長やってたとか、まあ、恥ずかしい思いして選挙活動したっていうふうなことで、自分の名前を知れてるっていうふうな、まあそういうとこあるけどさ、まあ、それのおかげでもあるんだけど、でもそうやってして何の仕入れもなくて仕事一件受ければ、そうやって報酬入ってくるわけですから、これはかなり大きいなっていうふうな感じがありますよね。で、それで何が言いたいかっていうと、例えばお金儲けっていうような意味では、お医者さんとかも確かに報酬いいっていうところね、あるんですけど、お医者さんってやっぱり激務ですよね、勤務医なんかだとね。で、勤務医じゃなくて開業医だと、結構いろんな借金とかして医院建てたりさ、レントゲンとかそういうような施設買ったりさ、かなりそれはそれで大変だよねっていうふうなところやっぱあるんですよね。だからお医者さんってね、確かに、まあ、うちの妻も医師なんで、で、それで、まあ、インターネットでパッパッと探せば、健康診断とかですね、インフルエンザ予防接種とかですね、中にはですね、田舎の老健施設のね、院長、年収1500万ですとかあったりするんですけども、本当にそういうのを見ると、お医者さんもいいなーなんて思ったりもするんですけどね。まあ、でもやっぱり弁護士も今、よく弁護士ってね、なんか増えすぎて報酬が少ないとか言ってますけど、実は全くそんなことないっていうふうなのがあってね。仕事うまいこと取ってくる努力はしなきゃいけないんだけど、でもまあ何の努力もしなくてもいいっていう風な仕事ってやっぱりないですから、だからそういった意味ではやっぱり弁護士の仕事をね、弁護士の資格取っておいて、今言ったみたいな報酬、まあ事件受ければね、まあ私結構他の今言った20万とか30万高いなっていう風に私も感覚思うから、そういうご請求はしませんけどね。でも多分したら払ってくれるんだろうなっていうふうには思うんですけどね。だけどまあ私はちょっとまあしない。ある程度力つけて、それでまあ皆さんに力があることをアピールして、その後でご納得いただいた上で報酬いただくっていうようなね、方向性で考えてるから、相場の報酬は私請求しないんですけどね、なんかね。お試し期間もなくいきなりね、着手金払えっていうふうな弁護士が99.99%なんですけどね。ただそれでね、かなりね、やっぱり、なんか不満？こういうふうに先生やってくれない、ああいうふうにやってくれないみたいなね、そういうふうなことを感じてる人も少なくないなっていうふうなね、逆にそういう相談も私受けるんですよね。誰々先生にやってもらってる、誰々司法書士、誰々弁護士やってもらってるんだけど、みたいな。私からするとそんでありえないような対応とか受けてる人がすごく多くて、東京はそういうことあんまりなかったんですけどね、三重県に来たらやっぱりね、なんかまあまあそういう話も聞くんですよね。そうすると、まあ私が普通にやってるだけでいい先生だみたいな感じになってくるんで、そういう意味でも、いや、本当になんか仕事しやすいな。あんまりやっぱり仕事しやすいから、もうね、選挙に行くのも、もう出るのをやめようかなっていうふうにうっかり思ってしまうようなですね、そういうふうな気持ちすらあるわけですね。ですから、もちろん他にもいろんなね、仕事に就くって上での魅力ってあるんですけど、少なくともお金っていう意味では、仕入れとかそういうふうなものが何にもないのに、売上がそのまま報酬になって、なるっていうふうな意味では、まあやっぱり、ありがたい仕事っていうか、まあ、割のいい仕事だなっていうふうなことはやっぱり思いますよね。で、しかもね、まあ人によって、人に対してどの程度親切をするかっていうふうな話なんですけど、まあ、私とかは普通にね、自分が選挙とか、いろいろ自分が町長とか議員やってた時の街の人に対する対応と同じような対応するだけなんだけど、それするだけですごく丁寧とか、すごく親切してもらえるっていうふうに言われるんですよね。あえて言うと、予備校の講師として、受講生の方との接し方と同じように依頼者とするんですよね。で、そんなふうな丁寧な接し方とか、どうもなんかしてない方っていうのも、大体の先生って事務所に呼びつけますからね。99.9%来てくださいみたいな話なんだけど、私はまあよろしかったら私伺いますよみたいな。これちゃんと意味があってさ、向こうにとって楽っていうだけじゃなくて、こんな書類ありますか？あんな書ありますか？っていう時に、そこにあって、その人の家にあることが多いんで、むしろそっちの方が早いんですよね。事件処理が早く済むから、こっちから行った方が。まあ、なんでいちいち呼びつけて、あんなもん用意してください、こんなもん用意してくださいって話になるんだろうみたいな、私思うんですけど、私はまあ行って、それで、もちろん来られたら困るっていう人にはちゃんとうちもね、事務所ありますから、そこにお越しいただくとか、柔軟にそこは対応するようにしてるんですけどね。まあそうやってして、まあ、してるんですけどね。
とにかく、まあ、今言ったような対応してるっていうふうなだけで、すごくね、ご満足いただく、ご納得いただけるっていうふうなことは少なくないですね。まあ、もちろんね、すべて楽な話ばっかりでもなくて、まあ、そうですね。法律では絶対こう解決できない問題点があって、それをしつこく何遍でも言われる方っていうのが、わからないんじゃなくて、わかろうとしない方っていうのは世の中いるんですね。わかりたくない人っていうのがね。ですから、こんなこと許しておいていいんですかって。お気持ちはとてもよくわかりますが、裁判所はそれは認めてないし、法律がそういうふうな作り方してないんですよねってことをもうちょっと丁寧に説明したりもするんですけど、まあ、わかりやすいところとしてはね、すごく嫌な気持ちさせられたっていうので、慰謝料請求したいとか言う人すごく多いんだけど、嫌な気持ちしたっていうなだけのことでは、だけっていうとちょっと、人間の気持ちがわからないって言われちゃうかもしれないんだけど、だけど、そのね、残念ながら民法とか他の法律では嫌な気持ちをしたからそれで復讐したいとかそういうふうな気持ちっていうふうなものを晴らすようにできてないんですよね。それはもうご自分でやってください、ご自分で書いてくださいってなってるんで、もうちょっとその財産的な損害っていうふうなものですよね。で、そうすると、例えば、先祖代々のこう土地とか、土地はまあ価値あるけど、先祖代々のこう掛け軸とかですね、こういうふうな家宝みたいなもので、これが価値があるんですって言っても、そういうのは主観的に価値があるっていうだけっていうと、やっぱりちょっと人間じゃないって言っちゃうんですけども、市場価格っていうふうなものでしか損害賠償請求できないし、そういう扱いしかされてないんですよ。基本的に動産っていうのは法律の世界ではそんなに厚く保護されてないので、まあ思い出の写真とかさ、そういうもっとわかりやすいものだとね、それ思い出っていうふうなもの、お気持ちわかりますか？それは法律では保護されていないので、ね、お気持ちには添えませんって言わなきゃいけない時もあってね。それをなかなか分かってもらえないっていうふうなことはやっぱりよくありますけどね。ですからそういうふうな、まあ、お医者さんでもね、治る治るっていうふうにみんな思ってるけど、実際治せないこともいっぱいある。重たい病気であり、難しいものであればあるほど治らないってことも多いですからね。ですからそこら辺も同じような苦労じゃないかなと思うんですけども、患者さん、お客さんの認識と専門家として、それはちょっと無理だよね、絶対無理だみたいなギャップっていうものをどうやって埋めていくかっていうのは、そこら辺の悩みはやっぱりね、ありますけどね。ただそれはね、私が町長や議員やってる時も、議員がね、適当なこと言ってればいいだけで、責任も権限もないんで、もう、全部町長とか先生がいい。それ言い出すと弁護士も全部裁判官の先生がいいんだけど、お気持ちはよくわかります。だけど、本当に私も悔しいんです。だけども、それはあくまで裁判所や法律がそうできてないんです、みたいな人のせいにしちゃうみたいな話ですよね。まあ、そうやって言いますって言うと裁判官めちゃくちゃ嫌がりますけどね。でもそうじゃんねって、あんたらが認めてくれないかできないでしょって私も思いますもんね、それはね。まあ、とにかく、そういう悩みないわけではないんですけど、やっぱり、まあ、有利、資格がきちんと持っていくと、報酬っていうのも有利だし、あと、そこをきちんと説明できて、事件解決とすると、すごい感謝やっぱされますよね。本当に、全然責任がないのに、まあ、そうだな、まあ、そうだな、例えば、投資詐欺みたいなもので、その投資詐欺の親玉みたいにいるんだけど、それが本当にいいもんだと思って、一緒に皆さんで、ね、投資しましょうかって誘った人が、みんなから後からあなたがそんなこと言ったからお金損したんだって、みんながいじめられちゃうとかあるんですよね。でもその人自身は良かれと思ってやったっていうふうなこともあるので、その時にいろんな人から何千万払えとか 言われたりするとかいう相談を受けたりした時も、じゃあ私代理人として全部報酬しますって言うと、ピタッと誰も来なかったりするんですよね。こんなややこしい話しなくても、多重債務の人なんてそうで、いろんなとこから金借りてる人っていうのは、本当いろんなとこから金払ってください、金払ってくださいっていう電話かかっていたり、手紙来たりするんですよね。まあ、昔みたいな、そのなんか誹謗中傷されたり、張り紙貼れたりとかも絶対ないですけど、そういうのはね。それはかなり法律的な規制が厳しいから、でも今でもね、いろんなとこから金借りて、いろんなとこからお金、請求されてって言ってね、他のとこから金借りて、他のとこ返済回して、自転車操業みたいにしてると、もう本当、わけが分かんなくなっちゃうっていうふうな状況あるので。というところで私たちが入って、と、ピタッとそういうの請求やめますから、で、それで利息払えないんで、全部元本60回払いぐらいお願いしますとかね。60回ちょっと厳しい48回払いでとかね。1回あたりちょっとこう5000円ぐらいでお願いできませんか？いや、1万円でとかね。そういう交渉を大体するんですけど、そこら辺ほぼ機械的に大体相場決まってん、それに沿ってやっていけば、もうそれでね、依頼者としては、まあ、48回払いとか、60回払いとか、36回払いとか、だいたいまあ、12の倍数なんですけど、ね。その12の倍数っていうふうなもので、まあ、回数で支払っていく。1回あたりだいたい1万円弱支払うって言えば、納得してくれますけどね。債権者といいますか、その消費者金融さんとかね。
それで元本だけで、しかも分割で払っていけばいい。そうすると支払いの金額がものすごい減るんですよね。本当、一月ごとの支払い金額で。しかも、いつまで支払えばいいのかっていうのが、そのゴールを見えるんですごく明確にね。で、すごく楽になって、本当ありがとうございました、なんていうふうにして言っていただけるっていうね。やっぱりそこもお医者さん似てますよね。困ってる人助ける。それで、かつ感謝もしてもらった上で、お金もいただけるみたいな、そういう仕事なんだよっていうふうなことですよね。だから、揉め事に巻き込まれて困った人を助けるっていうのが弁護士。で、弁護士は、まあ、ただ自分の力だけで解決できないんで、裁判所行って裁判官にビシッとね、分からずや、分かろうとしない、相手が特に分かろうとしないっていう時は、それはもうね、依頼者が分かろうしないっていう時は困っちゃうんだけど、相手が分かろうしないっていう時は簡単で訴えて裁判で判決ビシッと出してもらえばいいだけのことだから、政治よりずっと楽だなっていうところありますよね。ビシッとこう結論出してくれる人いますからね、本当に法律の世界ね。お医者さんもまあ病気とかで困ってる人で、もちろん治らなくてさ、それで恨まれたりトラブルなこともあるけど、そこはうまいことやるしかないんだけども、だけどうまくね、治療できることも多いでしょうから、それができたりしますと、本当に感謝されたりしますよね。ですから、感謝されて、社会貢献もできて、しかも、仕入れも何もなくて、いただいた売り上げ、そのまま報酬になるみたいな、まあ、事務所の、ね、経費払ったり、事務員さんに雇うんだ、その給料出したりもしなきゃいけないんですけど、私、どっちもお金出してないんで、だからまあ本当にこういうふうな、今みたいな、そのね、時にはすごくこの仕事やっててよかったなっていうふうにやっぱり感じますよね。やりがいも感じられる、支払いの給料、報酬も悪くない、しかも感謝もしてもらえるみたいなね、本当にいい仕事をね、だなっていうね。ですから本当に私、全然弁護士仕事しないで予備校の講師したり、ね、あと、他のことばっかりやってきたんだけど、他のことずっと安心してやってたら、もういざとなったら弁護士になればいいやって言ってね。究極の逃げ道だって言って、ね、言ってたんだけど、本当にそうなんだなっていうふうなことが、今の段階になって、この50になってね、やっと分かったなっていうふうなところあるんですよね。ちょっとした挫折なのかもしれないんだけど、その時にね、ものすごいセーフティーネットになったな、冗談で言ってるのは本当にすごいセーフティーになってるなって感じるんですよね。と、いろいろ話しながらしてきたのは、まあ、仕事を何やるかっていうようなことと、あとはその魅力っていうふうなものについて。まあ、私に喋る子を見ても何千味を感じない。そんな生々しい話聞かされて困るって人もいるかもしれないんだけど、本当にね、この今話をしてくる前にも、法律相談してきたんだけど、本当にもうね、すごい頼りにされて、ぜひお願いしますみたいな話になるから、本当にまあ、なんか人にやっぱり頼りにされるっていうだけで人間ってね、やっぱり気分いいと言いますか、本当に自己肯定感高まりますからね。で本当にまあやっててよかったなっていうか、弁護士の資格取っていてよかったなっていうふうなことはね、思いますね。ついでに言うと、他にも司法書士さん、行政書士さんとか法律系の資格っていっぱいありますけどね。まあ、弁護士の資格ね、取っとけば全てできますから、まあ、宅建士の資格兼ねれないけど、まあ、宅建は頑張ってね、法令上の制限とかで起これば、やりたければ受かるし、別にそれしなくても、十分、飯食っていけますからね。別に宅地建物取り主任に弁護士になったからやる必要ないかなと思うんですけど、やりたいんだったら試験受ければいいだけなんでね。あと測量とかできませんけどね。測量はまあ、もうまあ、そのあたりはまあ、ね、まあ別にしなくて他にできることいっぱいありますからね。まあ、とにかくできないことも一部あるんですけど、それは医者でもさ、薬詰めたりできませんから、薬剤師の仕事はできませんからね。それはあるんだけど、でも放射線技師の仕事全部できますからね、お医者さんだとね。私とかさ、肩こりとか結構ひどくって、まあ最近ね、結構、町長辞めたらね、すごい体調良くなってきたんで、やっぱりストレスいろいろあったんだなっていうふうに思うんですけどね。ただ健康グッズとかね、結構あったりするんだけど、うちのね、妻が医師だから、あ、これ買ってもね、うちの妻やってまいなとかね、思ってもしてね。本当にね、針を打てますかね、お医者さんとかね。何でもできますよね、お医者さんってね。まあ、ね、内科医さんが針とか打っちゃっていいのかなっていうふうに思うんだけど、まあ、それは我々が税理士できると同じで、税理士法律上できるって言ってもさ、税理士登録できるって言っても、でも税法全然知らないよな、みたいな話になるのと似てるなと思ったりもするんですけど、法律上できるってことと、実際仕事で依頼者に迷惑かけないできちんと処理できるっていうことはやっぱ別だよねって思ったりもするんですけど、ね。まあ、うちの奥さん外科医だから針ぐらい、まあね、ちょっと、本人はその気ない打つんだろうなって思いますけど、まあ本人がやる気ないんで、針とか別に打ってもらってないんですけど、
酔っ払ってですね、こうなんかやばくなった時に気がついた点滴されてたって言うんですけどね、なんでうちに点滴服あるんだって話なんですけどね。朝起きたら、30万請求されてる、すげえびっくり、お前はブラックジャックかと思ったんですけど、ただそれは、そうでなかったら、今後こう二度とね、こんな風に飲み方するなっていうふうなことだったんで、一応いい話なんですよ、これ。だから、うちの奥さんが怖いとか話じゃないんでね、話はね。はい。すみません、余計な話で次なんですけど、まあ、面白おかしくね、本当にやってますね。これもやっぱりうちの妻は、とか、もう私もそれぞれが、そういうのは、いろんなことができる、まあ、汎用性が高い資格あるから、こういうふうにして、まあ、それなりにね、うまくいかないこともあるけど、なんとかね、楽しくやってんのかなっていうのがあるので、とにかくね、まあ、皆さん、その人の悩み事を背負い込むっていう意味では、弁護士の仕事ってメンタル的には結構しんどいですからね、それはある程度覚悟しなきゃいけません。裁判官だとね、もう本当に全部事務員さんとか守られてるから一番楽だと思いますけど、裁判官で多分一番楽ですよね。間違いなく。仕事、いい仕事だなって思いますよ。本当にね。土日必ず休みますしね。本当にね。まあ、弁護士も土日休んでますけど、普通は。私ぐらいですね。毎日働いてるのね。うん。半分趣味みたいなもんなんで、もう関係なく土日でもいつでもね、こういう人が受けますけど、私ね。夜でも受けますけど。っていうか、LINE のね、ID を教えたりするか、依頼者にね、夜中に、こう、なんかメッセージ来ても、まあ、気がついてすぐ返事出しますからね、私ね。しなくていいんですよ。そんなことしてる弁護士、なかなかいないですから、しなくていいんだけど、私趣味でやってるんで、そこはね。すぐ返事返した方が、やっぱ嬉しいだろうなと思うんで、全然顧客満足度上げようとそういう話じゃなくて、まあ、単純にしたいから、そういうことを求められてるかなと思ってやるんですけどね。とにかくね、本当に、まあ、弁護士の資格取っといてよかったなっていうふうにね、思っています。で、結局どういう仕事なのかっていうようなことが、まあ、ちょっとわかりにくかったかもしれませんけどね。まあ、結局、事件に巻き込まれて困った人に対して、それを、まあ、解決する。その解決の仕方っていうのが、もちろんね、依頼者の思った通りになるとは限らないんですが、それでも何らかの形で、終わらせるっていうふうなことのお手伝いをする仕事っていうことですよね。で、それが、そのための道具が法律で、その法律を使いこなす仕事が弁護士だってことです。ただ弁護士も、弁護士って他の民間人ですから、あくまで裁判所がいるから、いざとなったら裁判所行って裁判官が一刀両断でやってくれるっていうのがあるので、ね。だからまあ安心して事件処理ができるっていうところがあるんですよ。自信を持ってね。相手からいろんなこと言われても全く動じませんもんね、こっちとしてはね。わけわかんないこと言ってきたら、もうその任意交渉打ち切ればいいだけなんで、口で喋って交渉とか別にしなくていいんですよ。する先生少ないです。大体揉めてる時に口で喋って交渉してもね、そんな絶対まとまらないです。関わりにならない方がいい。それで口で喋って喧嘩腰言ってくる人とかね。まあ、大抵いろんな人と交渉して同じようなこと言ってくるんで、あ、またかっていうね、そういうふうに感じるんですけど、まあ、そう思ったらもうピシッとね、交渉やめて、書面による交渉を切り替えて裁判所使ってみたいなことにすれば必ず終わるんで、相手にする必要ない。そういうわけわからない人はね。その、わけわからないっていうのは、その、法律から全く外れた、理不尽とか、なんか、一見筋が通ってそうけど、全く筋通ってないことをうまく言う人いるんですよ。詭弁って言うんだけど、そういうのをね。で、まあ、やっぱり、事件処理に慣れてると、詭弁だっていうこと、すぐ、大体同じようなこと言ってくるんで、おかしい人っていうのはね。っていうのは、もう相手にしないで、もう、こちらとしては、決まりきったパターンに乗せてやれば、全部事件処理できますからね。まあ、それができるのも裁判官がいるおかげなんだけどね。裁判所があるおかげなんですけどね。で、そういうので、事件解決導いて、で、それは他の資格と違って、どんな事件でも処理ができて、かつそれで、まあ、報酬もそれなりにいただけるというのが弁護士なんだよっていうようなことですよね。で、もう一個、悪魔に魂を売るってしてもいいって人は、まあ、お医者さん違って、事件を受ける義務、我々全くありません。ね。まあ、それがむしろ民間人と原則で、お医者さんが逆にちょっと、まあ、珍しいんですけど、まあ、彼ら保険でね、税金に詳しく持ってるわけですからね、そういう意味でそれぐらいやるよっていうふうに私思うんですけど、我々は、まあ、とにかくお医者さんと違って、事件を受ける義務ないですから、私はしてないですよ。してないんだけど、もしも、まあ、悪魔に魂売るっていうふうなことだったならば、儲かりそうな事件が全部断って、儲かりそうな事件だけをやるっていうね。で、かつ、それでたくさんの人に、申し込んでもらうようにするために無料相談っていうので、広告バンバン、あんまりこう言い出すと、ちょっと私は消されるときないんですけど、ちょっとね、テレビにお金出して、テレビとか出演してみてね、で、あ、この人はテレビに出してもらうぐらいね、こう、有名な人なんだなっていうふうに錯覚を陥らせてですね、それでこう、だから、ご依頼を受けて、儲かりそうな仕事が全部断るってやれば、かなりお金儲かりますけど、私はそういうことはしてないんですよね。うん。
まあ、いろんなやり方ありますが、そういうふうな、お仕事が、まあ、弁護士の仕事だよというふうなことですよね。じゃあ、で、ちなみに、弁護士と検察官と裁判官っていうのはみんな同じ試験を受けますね。じゃあ、やっと試験制度の話になってくるんですけども。で、現在の試験の話だけやればいいと思うんで、私がどうだったって話はもうね、さっきちょっとしたんですけど、まあ、これは繰り返しもなんだから、現在の制度の話だけするんだけど、まあ、とにかく法科大学院を卒業して、医者だった医学部行って、医師国家試験を受かったら、まあ、医者になれると。見習いでかもしれませんけど、医師資格、医師免許が取得できるっていうのと同じように、基本は法科大学院に出て、それで、まあ、卒業した後に司法試験合格すれば、まあ、弁護士、検察官、裁判官のどれかになれる資格は得られる。法曹資格が取得できるということになっている。っていう意味では、まあ、お医者さんと近い構造になっているというふうなことですね。ただ、まあ、そこら辺がお医者さんとじゃあ全部同じなのかっていうと、違うところがありまして、まずその、お医者さんほど医学部に行けばかなり高確率で、その医師国家試験受かるっていうわけにはやっぱいかないですね。法科大学院の場合はね。法科大学院特に今ね、難易度がすごく下がっているから、こんな人で法科大学院入ってるの？しかもその法科大学院が有名法科大学院に入ってるのに、こんなレベルなんだっていうふうなね、その法的な知識が足りないっていうふうなことで驚くこともありますし、同時にそれ以前に、お前が言うなって言われるかもしれませんけども、人間としてのこの常識に欠けてるじゃないかっていうか、これ普通に考えたら、それって相手方困るとか、なんで分かんないのとか、なんでそんな勝手なこと言えるのっていうふうな、根本的なその感覚がちょっとおかしい人もやっぱいるんですよね。こういう人が本当に司法試験かって法律家になっちゃっていいのかなっていうね、いろんな人に迷惑かけちゃうんじゃないかなってことは、すごい感じるようなこともあるんですよね。だからそういうふうな、法科大学院に入ってても、司法試験受からないっていうのは、それはそれで健全なのかなっていうふうに思うんですけどね。まあ、医者はさ、相手が人間、まあ、人間を相手にするってことあるんだけど、直接的には病気ですからね、病気の治療できればいいっていうところある。まあ、実際はなかなか人間のね、もう医者を相手にするから、そんな簡単じゃないんですけど、弁護士とか法律家って 100% 人間を相手にしますからね、そこら辺で、そもそも素朴な常識とか一般的なこう感覚とかが全く分かってないっていうのって、ちょっとやばくないっていうかね、要するに感じることもあるし、としての法律的な知識っていうのは本当にあんた勉強してんのって、司法試験受けるなんてそんなに何も知らないで言ってほしくないなって、法科大学院に入ってんの言ってほしくないなぐらいの人もやっぱいますからね。まあとにかくだから、法科大学院に入っても全然司法試験受かるかどうかっていうのは分からないにもかかわらず、2年間、まあ、それなりの授業料っていうのを支払っていかなきゃいけないっていうふうなのが、まあ、現状なわけですよね。だけど、まあ、医師国家試験と違って、司法試験 に受けるには、法科大学に行かなくても、予備試験っていうのを受けて、これに合格すれば、司法試験が受けられる。そして、だからこそ予備試験がものすごい人気なんですけども、まあね、予備試験受かってれば、9割以上司法試験受かりますからね。で、そういう、だから、そういう優秀な医学部も、やっぱり、人気で偏差値高くなるよね。で、そういうところで大抵授業料も安いんですけどね。大体授業料安い医学部って偏差値も上がりますよね。まあ、で、かつ、そういう偏差値高いところは同時に医師国家試験にも受かるから、それはますます人気が出るって話になってくるんでしょうけど、まあ、それと同じ形で、人気のある医学部に相当するのが、いわば今現状予備試験になっているんですよね。予備試験は、まあ、に目指すと。そうすれば法科学院に行かなくて済むし、で、予備試験受からなければそもそも司法試験受からせてもらえないんで、ね。ですから、その法科大学院に、やっぱり授業、いろんな授業あるけど、聞きたい授業も聞きたくない授業もあると思うんです。でも、抱き合わせ販売ですから、法科大学院っていうのはね。関係なくどの授業もちゃんと必修って言われても取らないとさ、そのね、教授がどんなに眠たい授業やろうが、どんなにこうね、理不尽な要求してこようが、その教授の基準に合わせて、ですね、その単位取らないとさ、法科大学院卒業できないんですよね。その上お金を払わないといけないっていう、かなり罰ゲームだなっていうふうに思うんですけど、
本当に私の時は法科学になく、大学になくてよかったなと思うんですけども、まあ、だからこそそちらに行かないで予備試験にっていうふうな人がやっぱり多い。で、多いから予備試験がすごく難しくなる。すごく難しいから受かった人は、やはり、もうすでに難しい試験突破してるし、ついでに言うと司法試験の予備試験って択一の問題、共通問題ですから、その年同じ問題が出るので、同じ問題なんですよね。論文も長いか短いかだけで、正直予備試験の論文の問題は2倍になると考えていいんで、司法試験の問題ね。まあ、実務科目っていうのもあるけど、それも結局まあ2倍になるだけの、実務的な知識も結局予備試験問われますしね。だから予備試験で問われてる力と司法試験問われてる力と同じなんで、正直予備試験通った人って司法試験いらないんじゃないかと思うんですけど、まあ、極めてそういう意味ではいびつな形になってるんですよね。まあ、結局法学院作ったのがそもそも間違いなんですけど、まあ、できちゃった方が仕方がないということで、もう変な格好になってるね。なんか電流の流れと電子の逆になってるっていうね。一旦電流の流れをこっちで決めちゃったから、本当は電子逆に流れてるって後で分かったんだけど、もうどうしようもなくなってるのとちょっと似てるっていうか、作るべきじゃなかったのを作っちゃったせいで、でもだからといってなくすわけにいかないんで、もうなんか、もうね、いびつな格好になってるみたいな状況なんですよね。まあそういう状況ですから、お金があって暇がある方は、法科大学院も行くといいと思います。それは行くのは、それはそれでね、別に友達作りとかさ、いろいろね、法律に触れる機会があるっていうだけでもいいことですから、それは別にマイナスにはならないからね。まあ、ただ行っても合格しませんから、そういう意味では予備試験も、法科大学行っても予備試験目指すべきだし、もしも予備試験目指すんだったら、大学生になったらすぐやるべきだし、中高一貫で、それで推薦でさらに大学も行けるっていうのは、もう高校生から予備試験やるべきだし、みたいな話になると。で、社会人で法科大学院に行けないっていう人は、別にそれは不利でもない、まあ、そんなに不利でもない、仕事と勉強両立が大変だっていうのがあるから、それはちょっと工夫しなきゃいけないんだけど、でももう予備試験だけ受けて受かれば別にいいわけですからね。ですから、そうやってして、今言った法曹資格を取得する。で、ちなみに法曹資格取得した後は司法修習1年行って、その1年の中で、まあ、就職活動するんだよね。でも、ちなみに裁判官になりたい人は、試験で悪い点さえ取らなければ裁判官になります。まあ、ちょっと年齢的な問題があるから、私が今言ってもちょっと裁判官には無理かなっていうふうに思うんですけどね。やっぱりそれは一定の年齢っていうふうなものは考慮されちゃいます。昔はね、30代後半とかでも大丈夫だったんですけど、今はなかなかそれ厳しいんじゃないのかなって気はしますけどね。で、検察官はやっぱりね、体育会なんですよね。本当に冗談なくして。成績はね、中ぐらいだったらいいって話ですね。それよりもなんか人間性とかやる気が見られて、実際まあ、検察官もさ、公務員の一員だから、もう本当に不合理なこと言われたり、不合理に対応されることあるんだけど、でもこれは公務員って歯車一つだからやってんだよねってことが、元公務員だったからこそわかるんですけどね。一番人間的感覚が残ってるかなと思うのは、私は実は検察官じゃないかな。いろんな人いるから、20%人が言っちゃいけないんですよね。で、まあ、弁護士は、まあ、それこそ数が残りでみんな弁護士ですから。まあ、いろんな人いるんで、何とも言わないんですけども、まあ、一番なんか人間性が見られてて、そういうふうな人が、まあ、いわば、まあ、人間性って言ってもね、なんか付き合いがいいとかそういう話ですよ。まあ、コミュ力高いとかそういう話なんですけど、普通のその会社に就職するのに見られるような能力と同じものが検察官見られる。裁判官は見られないんですね。だから変な人多いなって私思うんですけど、検察官は一番普通ですよね、そういう意味ではね。で、弁護士はまあいろんな人がいる。普通の人もいれば、私みたいな変人もいればっていうね、感じではありますよね。まあ、それ1年の間で、まあ、そのね、まあ、だからもし裁判官になりたい人いたら、頑張って試験で変な点数取らなければいい。司法試験に受かったらすぐに司法修習で何やるかっていうことを情報収集やって、情報を手に入れて、試験対策やって、1回も変な点取らなければ、かつ一定の若い年齢だったら裁判官になれますから。っていうことですよ。一番簡単、簡単じゃないけど、攻略法がはっきりしてますよね。で、検察官内定だったら、なるべく検事と仲良くする。もう検察と、修習生対抗、ソフトボール大会とか行くと。ね。いや、ちょっと、ボール触ったことないんだけどっていうのも行くっていうね。行って、なぜか、司法修習生の検察官チーム入ってるぐらいの勢いで仲良くなっておくということですよね。10年以上前の話なんですけど、またね、その検察官志望のね、人たちがね、麻雀が好きでね、いや、検察官の人は賭け事やっていいんですかって言うと、お金かけてると言ってませんかね、私ね。それはね。
それはちょっと、これ以上喋れないんですけど、はい。まあ、なんかね、タバコも好きで、麻雀も好きで、もう10年以上前の話だから、今は違うかもしれないけどね、なんか、どうかなっていうふうなね、感じもね、してたんですけどね。うん。まあ、それでもいろんな話が、ね、聞きたいね。私もタバコ吸わないんだけど、それでみんながタバコ吸って中に入ってって、でいろんな話聞いたりして、情報収集で勤めてましたけどね。修士終わって弁護士になった後も講師やるつもりだったから、そこでいろんなネタとかが提供できるかなって思いましてね。まあ、とにかく切符が良くてね、まあなんか一番普通の人に近いなっていうのはもう3回か4回ぐらい言ってますよね、検察官はそうだって話をね。うん。まあそういうことなんで、ですから、もし検察官になりたいんだったら、もうぐいぐいと、検察官に対して人間力を増やすっていうようなことになってくるんですかね。はい。まあ、で、弁護士はまあ、そのね、弁護士資格だけだったら別に司法試験受かって司法修習、最後の試験ありますから、その試験通んなきゃないんですけど、まあ、これはほとんどの人が通る試験ですから、落ちる人ほとんどいませんからね。でもね、試験の形式自体はすごく大変なんですよね。1科目7時間です、試験の 制限時間ね。朝行って夕方で1科目なんですよね。昼ご飯はっていうと、持ち込んでそこで食います。食べながら答案書くっていうね。もちろん、食べる集中してもいいんですけど、それ自由なんだけど、普通の人は食べながら答案書いたり、食べながら、問題文が100ページがあったりするんで、実際は、ね、いう話なんですけどね。特に検察の科目なんかは、130ページ、40ページ平気でありましたから、私が司法修習の時ね。一番量多かったですよね。やっぱ体力見ないのかな、一番なんかいっぱい書いた方がいいのも検察だった気がしますね。逆にね、なんか刑事裁判とかは量じゃなくて、やっぱりなんかセンスが見られる感じがありましたけどね。なんかいっぱい書いたのに、私最低評価とかだったから刑事裁判ね。なんでなのかななんて話だったんですけど、最後理由分かったんで、最後はちゃんと言うで通りましたけどね。で、だけど片方何にも分かんないのに、最後までいい成績だったのは、逆にすごい、いい成績にとってもなかなかいい成績取れないのが民事弁護なんですよ。これだけはちょっと私ね、自慢でね。民事弁護だけは全部言うだったんで、やっぱりそこら辺は、やっぱ民事弁護には私向いてんのかなって勝手に思ってるんですけど、まあ担当の教官からもしかして気に入られたのかもしれないし、わからない。気に入られただけででも点数が良くなって悪くなって、いろんな人が採点するからね、それわかんないからさ。民事弁護だけはね、本当に型が何もなくて、本当にできる子でもうまく点取れなかったですけど、それだけはなぜかね、点取れたから、やっぱり学生さんじゃなくて、結構私、じじいになってから私ね、司法修習行ったから、それは良かったのかもしれないんですよね。それだけはなんかね、不思議と成績悪くなかったですよね。とにかくね、検察は、検察、司法修習では刑事裁判悪くなかったんだけどね、起案はね、型を知らなかったからね、型守って書くだけで言う取れると知らなかったですからね、ひどい目にあったんですけどね。とにかく司法修習、そういうことがね、ありましたけどね。まあ、とにかくそうやって司法修習を終えて、今言ったような1科目7時間で5科目あるんですけど、民事弁護、刑事弁護、刑事裁判、民事裁判、検察ね。それぞれ7時間の試験を、7日間なんとか、まあ、答案をね、白紙で出すと落ちますから、ちゃんと何らかのことを書き切って出せば大抵は通ると思います。ね。教官もね、受からせよう、通らせようっていう風な視点で、もちろん答えを教えてくれよ、そりゃな。うん。そういう姿勢で、いてくれるはずですしね。私はまあ、あんまり教官からも教えてもらえなくて、他の修習生に助けてもらいましたけどね。もっと教官に食い込んでってもよかったかなと思ってるんですけど、ちょっと恥ずかしがり屋なんでね、あんまり食い込めないんですけど、来られても困るかなって思ってね、教官もね。うん、やっぱりちょっと私ね、変わり種っていうか、司法修習、司法試験受かってから16年経ってから司法修習行きましたからね、あんまりこう、フレッシュじゃないんでね。実際ね、私より年下のね、裁判官からいきなり、柴田先生じゃないですかとか裁判所言われたら非常にやりにくい状況で、いや、私たちの柴田修習生ですので、って言ってもね、いやーって言ってね、先生の本読みましたよって、ちょっと勘弁してくださいみたいな話だったんで、まあ、今日は合格法っていうかね、まあちょっと、実は合格法の話とか他のガイダンスで話をしてきたんで、ちょっと違った話をしてるんですけどね。とにかくそういうふうに7時間の5科目の試験を通れば、法曹資格取得できる。で、その時点ではもう裁判官の内定が出てるんで、検察官なんだ、内定出てるんで、大体その間で弁護士事務所、入る事務所決めたりするということですけどね。私はまあ、修士終わったら直ちに、
講師に戻るつもりだったんで、どこにも就職活動してなかったんですけどね。事務所に所属したこともないわけでないんですけど、それもね、仕事は一件も仕事受けるつもりませんとか言って、ね、だって報酬もいりませんとか言って、机貸してくださいっていうふうな、そういう契約で事務所に入ったことあるんですけど、悪名高きアディーレ法事務所に所属したことあるんですけどね。一応なんか、弁護士のリクルートに使えるかもしれないってことで、実はアディーレの事務所の初代所長、私の受講生ですからね。そこら辺のところで、石丸さんってね、言うんですけどね。もう今、石丸さん、医学部行ってたから、医者になって、もうインターンとか行ってやってるのかもしれませんけどね。まあ、とにかくそうやってっていうこともね、あって、事務所に所属していたことはありますけど、基本的にはまあ、ずっと一匹狼でいろんな仕事をやってきましたけどね。ちなみにね、訴えとか起こせたら、それ以外のいろんな行政手続きとか裁判所手続きって、それより全部簡単ですから、訴訟さえできれば、後のものって、全部できるなってこと分かった。だから、皆さんね、司法収集に行くと、本当訴訟のことしか基本的にやらないんですけど、刑事にしよう、民事にしようね。でもそれだけでいいんだってことが、収集終わって実務について分かりましたね。訴訟がやっぱり一番難しいし、めんどくさいっていうか、その厳格ですね。それだけしかやってないと、そんなに難しいと私思わなかったんですけど、めんどくさいなってぐらい思ったんですけど、ね。ただまあ、すごい型にも、ものすごい型もね、あるんですけど、まあ、ここら辺崩していいよねっていうところは勝手に崩しますよね、今ね。そういうね。それで、こうなんか、裁判官に、多分これは、そういうやり方あるんだっていうふうにね、ふーんと思ってもらってるんじゃないかなと思ってるんですけど、勝手に自分なりのアレンジをするっていうね、話なんですけど、まあ、それでも、アレンジしてもちゃんと裁判で勝ったりしてますから、まあ、それは悪いことなかったんだろうと思っているんですけどね。まあ、とにかくね、それもね、訴訟のことだけをしっかり勉強すれば、あとの手続きはもっと簡単ってこともね、知ってもらうと、まあ、これは受かった後の話はね、なんですけどね、っていう話ですね。まあ、とにかくちょっといろんな話聞きましたが、結局は、もし放送資格は魅力的だし、で、その資格取得するんだったら、法科大学院は行っても行かなくてもいい。ただ、予備試験は全員がそれを目指して、予備試験の受かるような勉強しましょうね、っていうふうなことがおすすめっていう話でしたね。でその上で、じゃあ予備試験に受かるためにどうすればいいのかって話で、これはもう毎回ガイダンスお話しするんですけど、単等式試験頑張ってください。大切なことなんで、今から10回言いたいんですけど、もう1回だけちょっと、単等式試験頑張ってください。論文式試験の勉強に重点置きがちなんですが、確かに単クイズ受かるだけで論文からないんですが、単クイズで9割ぐらい取るぐらい力をつけないと論文受かりませんし、逆に単クイズで9割ぐらい取る力をつければ論文も受かりますから、もちろん全然論文1回も書いてないことは別ですよ。別は別ですけど、ちゃんと勉強してほしいんだけど、まあ、卓越9割ぐらい取れないと、もう論文受からないとか、今言った、で、それぐらいまでいけば、あとは論文書く練習ちょっとすれば、型さえ覚えれば書けるようになりますから、論文の勉強もしてもいいんですけどね、卓越の勉強飽きてきたら、ちょっと論文書いてみようかぐらいでやってもらっていいんだけど、とにかくね、卓越に、ただ受かるんじゃダメです。9割取れるぐらいを目指して、上位合格するつもり。ね。それで卓一の勉強必死やっていただくのが一番大切だと思います。で、飽きた時に論文の勉強する。何して卓一である程度力ついてきた時に、論文の勉強するぐらいでいいんですよね。正直、卓一の合格見込みも全くないのに論文の勉強するなんて、まあね、無駄ですよね、正直。はっきり言ってね。うん。はっきり言って金がかかりますからね、論文の勉強をするってなると。なんでかっていうとさ、論文って自己採点できないじゃないですか。ね。自分で書いてさ、答えと照らし合わせっていう、それでまあ勉強になるんだけど、本当にこれって、この答えの通り書かなきゃいけないのかなっていうのがいっぱい出てきますからね。まあ、予備校の回答例とか見てると、まあ正直、いや、これってちょっと実務家とは違うよねとか、本当に合格なのかなみたいな。感じはあるんで、やっぱり合格者の答案を参考にした方がいいのかなっていうふうに思うんですけど、その合格する答案のイメージっていうふうなものにね、迷いが生じたらね。うん。まあ、ただ、とにかく論文の勉強以前に、択一で9割ぐらい取れるようになるっていうふうなことを第一目標していただく方がいい。で、それだと、しかも皆さんお家で時間かかって問題解いていただければ、で、一回全部やるっていうか、やっても全然多分2割3割ぐらいしか最初できないんで、ですから、まあ、ちょっと考えて分かんなかった。1問5分考えて分かんなかったら答え見てもらっていいんですけど、ね。で、しかも答え全部読むこと自体時間が最初かかるから、もう最初は自分が選んじゃった選択肢と正解の選択肢ぐらいで、5つの2つか3つぐらいでもいいんですよ。
本当は全部見なきゃいけないんだよ。だけど、そんな余裕ないと思うんですね、最初はね。だからもう最初はもう本当に一部だけでもいいから、とにかく最後もやりきるってことをするんですよね。それで2週目とかである、2週目はできなかった問題だけをやる。ないしは、今言った5つの選択肢に2つしか見てないっていうんだったら、2週目残りを見るっていうふうにすべきでとは思うんですけどね。ですから、いっぺんに完璧にやろうとしなくていいの。やり残したことは2週目、3週目でやればいいですから、そういう勉強をその分スピードを上げて繰り返し全体やるってことが、単等式試験で早く合格点に到達する、やり方ですから、そうやって勉強しても一番いいと思います。で、こういうやり方しても、まあね、法律科目だけ7科目ありますから しんどいですよね。正直それ全部やりきるのは、今言ったようなやり方しても大変ですよね。そこで私がお勧めしてるのが、予備試験の択一の過去問を勉強しながら、行政書士も受けていただくってことでなんですよね。で、行政書士と被ってる科目をまずは中心にやっていただいて、今からだとギリギリ間に合うかもしれないか、ちょっとギリギリ間に合うかもしれないけど、まあ、頑張ってやっていただく。で、10月、秋に、行政書士試験の試験、11月だっけな、行政書士の試験あるから、それを目指して、8月に申し込みあるから、8月にね、インターネット申し込みますからね、写真とかもデータを貼り付けて送るだけなんで、インターネットですぐ申し込み、クレジットカードあればね。で、申し込んで、まあ、その行政書士試験を受けてみると。で、その行政書士試験で出る民法とか憲法とか行政法とかを中心にやっていただくっていうのが一つの方法かなっていうふうに思いますね。それで自分がどれぐらい力を、まあ、まずはそういうのがあると必死に勉強しますから、まあ、2年後に予備試験受ければいいやって言ってると、いつまで経っても頑張らないんで、まずは自分を追い込んでみるということですよね。で、正直、行政書士試験も通らないで予備試験の択一で9割とか絶対取るわけないんで、だから、そこで、まあ、行政試験も LINE 受けりゃいいかって言ってる人は、そういう言い訳作るや作るほど、もちろん合格遠のくから、どっかでは踏みとどまらなきゃいけないんですね。で、そのどっかで踏みとどまるっていうのが、まあ、今年から行政試験は難しいかもしれないけど、来年行政試験受けるぐらいには絶対踏みとどまらなきゃいけないんであって、で、それを目指して、その科目についてしっかりやっていただく。で、もちろんね、もし来年受けるっていうと1年半ぐらいあるわけですから、そしたら、まあ、行政書士試験に出る科目以外の刑法とか民訴訟法とか刑訴訟法もしっかりそれなりにやってもらえばいいんだけど、濃淡つけってみればやっぱり行政書士試験に出る方を優先してやるんでしょうね。ですから、まあ、例えば刑法とか刑訴訟法とかはもう講義聞くだけとかなっちゃっても、まあ、行政書士試験1年半後、できれば今年受けてほしいんですが、その科目については予備試験の択一の問題をしっかりやっていただければ、かなり細かいところまで身につきますから、そんだけやってれば、それは当然ながら行政書士試験にも対策になるし、行政書士試験自体は全然簡単じゃなくて、今行政書士の過去問、念のためやってるんですけど、予備試験と難易度変わんないか、まあ、独特の癖があるんで、むしろ難しいところもあるし、逆に簡単なところもあるんで、何とも言わないんですよね。あれって簡単な時があれば、変な問題だなって時があるんで、ね。基本的には大体ただ、まあ、予備試験の対策していれば行政書士も点取れますし、からね。まあ、過去問をやっぱり受けるんだったら行政書士もやってほしいんだけど、それやると、もちろん、その司法試験とか予備試験の対策にもなりますからね。そういうふうな形で勉強していただくのが、一番、まあ、予備試験の合格に近づく方法です。プレ予備試験として行政書士試験を受けていただきたいということですね。で、行政書士試験しっかり受けて受かれば、万が一予備試験をちょっと休もうかとかね、もうちょ、なったとしても、行政書士試験の、行政書士の資格だけあれば独立開業できるんで、いざという時のね、保険にもなりますしね。とにかく行政書士試験も受からないようだったら、そりゃちょっとさすがに予備試験も受からない。行政試験全然簡単じゃないんだけどね。でもやっぱはるかに予備試験の方が難しいのは間違いないんで、これを聞いてる人は予備試験を目指してるんでしょ？予備試験目指してるんだったら、行政書士試験ぐらい軽々受かなきゃいけないからね。一応私、今すぐ予備試験受けてね、まあ受かるかっていうと、全然何も勉強しなければ、やっぱり論文の勉強とかも一応はやった方がいいんだろうなっていうふうに思いますね。そこら辺のところは、ちょっとは勉強しなきゃいけないかなと思いますが、行政試験だったら、一般知識の勉強だけやって、私270点でしたからね。ですから、ほとんど、要するに、予備試験の講師やってれば、それぐらい点が行政試験で取れるというふうなことですので、
ですから当時28年、29年受けた時も、受けたその後に電車、その会場出た瞬間から全部私がこれマークしちゃってツイートしてるんで、証拠残しますから、私が実際受けて、かつダミーマークしてっていうのがね、まだ回答そこ出てない段階でツイートしますからね、証拠残しますから、設定してね。やっぱりそれぐらい難易度差はありますから、予備試験と行政書士の間ではね。うん。まあ、そういうふうなこともありますんで、ですね。まあ、大学受験と違ってね、私7科目全部教えてますんでね、いきなり受けて受からないんですかって言われてもね、それはちょっとやっぱり勉強はしなきゃいけないかなっていうふうに感じはするっていうのだけはちょっと勘弁してほしいんですけどね。まあ、とにかく、そういうふうな世界ではありますからっていうことですよね。まあ、とにかく行政書士試験もついでにっていうか、実際は、まずはそれだけをね、集中して受かるぐらいでもいい。まあ、一般知識っていうね、ちょっと全く司法試験の関係なくて、しかも一般的にない知識が問われるような、そういうふうな、科目あるんで、そこで点が取れなくて足切り食らって行政試験受かんないんだったら、それは別にいいかなと思うんで、まあ、でもそれでもせっかく受験料払って受けるんだったら、それで足切り食らって受かりませんでしたって、かなり悔しいと思うから、多分それは一般知識を皆さん勉強していただくと思うんですけどね。公務員対策とかの時事問題、時事知識、そういうふうなものの本をやれば、あとは模擬試験ちょっと受けていただければ、それは対応できるからね。足切り食らわないぐらいできますからね。あと過去問やっていただければ、同じ問題出にくいけどさ、一般知識は。それでもやっぱり過去問やることで癖がね、身につくとか、やっぱり傾向わかりますから、やっぱりやった方がいいと思うんですけども。ですから予備試験なんですけど、このガイダンスね。行政書士試験を目指してくれっていうのが私の皆さんへのお願いというか、実はそれが予備試験を、まあ、受かるように、長丁場の予備試験を、自分をきちんと追い込んでいって、きちんと自分を勉強するような状況に置いて、それで確実に力をつけるためのプログラムですからね。中学、高校と違って授業とかが予備校授業しかないとなると、なかなか一人で勉強するっていうふうなことだと、甘えてしまって諦めたりすることが多いから、そうなりにくいようなカリキュラムっていう意味で、行政書士試験受験をお勧めしているということであるのでね。というわけで、まあ、一つね、今のお話を参考にしていただくと、予備試験の合格っていうふうなものに近づいていくだろうと思います。最後にもう一個、必ず言わなきゃいけないのが、あ、そうか、とにかく択一の過去問とかをやればいい。行政書士の過去問やればいいだけなんだなって話になるんですが、いきなり皆さんがそれを解こうとしても、多分、お経を読んでるのと同じで、多分何がさっぱりわからないと思いますね。だから、それを一人で問題解いていく力つけるっていうために、入門講座を受けていただきたいと思います。で、まあ、私もね、実は今暇なんでね、結構忙しくはなって言ってきたんですけども、まあ、大学受験のね、今だとね、スタディサプリとかさ、いろんなものがちょっとお金も払って申し込めば見れるんで、見たんではいるんですけども、なんて言うんですかね、まあ、とにかくやっぱりそういうような講義っていうふうなものをから最初受けることによって、その、できないこと、全くやったことないものを、やっぱりある程度わかるようにするっていうのには、やっぱり耳で講義聞くのが一番だなっていうふうに私は思っていまして、実際それ感じてるんですよね。やったことない物理とか数産とかね。私も勉強してるんですけど、なるほど、とかね。で、当時、わかってるはずなのに、わかんなかったこともすぐ、やっぱりね、説明されててちゃんとやってたりするから、ああ、やっぱり講義から入るのがやっぱり一番いいなっていうふうなことは自分自身も感じているところではね、あるんですよね。で、とにかく講義を一旦聞かないと、特に、その、まだね、高校とか中学のは、その、皆さん、学校に行って無理やり聞かなきゃいけない状況だったりするから、そうそう予備校の講義を加算聞くっていうのは必要ない人もいるんだけど、法学の授業って皆さん受けたことないと思うんですよね。小学校、中学校、高校で法学授業基本的にありませんから、あったとしても、なんか、知識暗記するだけの社会科とかですね、しかも間違ったことをしますし、三審制じゃ全然ないですから、裁判とかもね。普通二審で終わりだから、最高裁までいけないのが普通なんで、全然三審制じゃないのになぜか公民教科書では三審制、三審制と教えてますからね。法律の世界でそんな言葉すらないからね、例えば。なんか国民主権、基本的人権、尊重、平和主義で言ってるけど、あんな間違いだから、人権、民主、平和だから、人権が一番大切なんで、もうなんであんなことを平気でね、学校現場で教えてんのかな、法律の世界のことについては、ちゃんと学んでみるとね、もうこれ俺がこう直しやりたいとかね、いろいろ思うんですけどね。
にかくね、法学の世界のことについては、学んだこと全くないっていう人が多いはずだし、学んだつもりになってるだけの人がいたとしても、私の目からすると何もやってないのも同じ、法学の授業も同じです。司法試験っていうふうなことを観点では全く、ですね、学説を一切いりませんから、本当に判例と条文の知識、しかも条文そのものの、何が書いてるかっていうよりは、むしろその中身をしっかりね、理解し覚えることが必要だったりするから、でも大学って条文そのものの解釈やらない、解釈っていうか説明しないですよね。勝手に読んで勉強してないって話だからね。いきなり大学レベルのことしかやってないからさ、それでね、法学身につけるっていうのはかなり大変だと思うんですよね。ですから、たとえ大学受験で授業とかいらないかったっていう人でも、それ多分学校の授業聞いてるはずなんで、でも法学は授業何にもないはずだから、それだけはね、やっぱり途中で挫折しないできちんと理解していくためには講義聞いてまといいのかなと思いますね。で、その上で、私自身は、もともと自分が高校生の時から国語の先生になりたいな、現代文先生になりたいなっていうふうなことで、講師をやるっていうふうなことでね。一瞬ね、ちょっと違った道に私を迷って行ってた時もありましたけど、ここ数年間ね。やっぱりそういう意味では、自分自身理解が早い方じゃないと思ってるんで、で、実際他の先生の講義聞いてもすごく不満があるんですよね。なんでもっと分かりやすく教えてくれないんだ。なんでこうやってもっと分かりやすい、こう説明して分かるのに、なんでもそこを言わなかったり、分かりにくい説明するんだっていうふうに思うのいっぱいあるから、そういうふうにして私自身が思ったことを全部解消して講義していきますんで、多分入門講座としては私の講座が法学の世界で一番だと思いますから、それはもう本当に大きく出たなって思うかもしれませんけど、やっぱりスタディサプリの講義を聞いててね、大学受験で人気講師がこういうレベルなんだなっていうふうに思うと、やっぱり法学の世界だったらこうやって言っちゃっていいのかなっていうふうにね、逆にほんのね、1ヶ月前までそんなこと言ってなかったんですけど、これは自信持っていいなっていうふうに思いましたからね。自分自身も大学、町長やったりさ、いろんな経験積む中で、より具体的に法学の理解も、自分自身も深まったし、そういう具体例出しながら説明していけば、もっと皆さんも生きた法律が学べると思います。弁護士に通もやって、実際行政に携わっていて、予備校の講師の経験も長いって言ったら、この業界私しかいませんから。ね。本当は論文書くとかの方が私の力発揮できるんじゃないかと思うんですけど、今まだちょっと講師になったばっかり、そういう講座持ってないんですけど、入門講座もかなり自信がありますから、ぜひね、他の先生の講座も聞いて、その中で一番、納得いくものっていう意味では、していただければいいと思っております。はい。じゃあ最後に私のね、ちょっとだけ宣伝させていただきたということで、最後の宣伝を除いたら、かなり客観的信用性高いですからね。他の先生と全然違うこと言ってるかもしれませんけど、間違いないから、勉強の仕方としては。最後の入門講座を受けるところまでは客観性があるからね。どの先生以下はそれはもちろん皆さんに判断しますしかないんですけど、私はね、自信ありますので、よろしかったら他の先生の講義とかも比較した上で受講を検討していただけるとありがたいなと思います。それじゃあ、今日のガイダンスをおしまいといたしましょう。皆さん、ぜひですね、本体の、まず民法講座からお会いしましょう。